1977年スペイン議会総選挙は、フランコ将軍による独裁体制が崩壊した後の1977年6月15日に実施されたスペインにおける総選挙である。スペイン上院とスペイン下院の両院の選挙が行われた。人民戦線が発足し、内戦が勃発するきっかけとなった1936年2月16日の 総選挙から41年ぶりに行われた総選挙である。100以上の政党が名乗りを上げたが、大部分は、タクシー一台に全党員が乗り込める、タクシー政党と呼ばれた、法末政党で、事実上アドルフォ・スワレス首相率いる、民主中道連合とフェリーペ・ゴンサーレス初期長率いる、社会労働党、マヌエル・フラガイ・リバルネを中心とした。 フランコ体制時代の政治家を中心とした国民連合をサンティアゴ・カリージョ率いるスペイン共産党による四者対決の様相となった。投票日1977年6月15日政権議会の上院は憲法がまだ存在しない状態なので1978年憲法下で行われた自治州推薦議員はおらず政治改革法による 国王推薦の41人を除き直接投票で選出された。選挙の結果、民主中道連合は過半数は確保できなかったが、第1党の座を獲得し、スワレス首相は民主中道連合単独による内閣を発足させることになった。そして、 本議会において作成された議会君主制を胸とする憲法は1978年12月6日の国民投票によって承認され、スペイン1978年憲法が発行した。出所、怒り順次著、現代スペインの歴史激動の世紀から飛躍の世紀へ、彩り流、社148ページ、1977年。 総選挙会議会選挙結果より、ハット後の集中と統一。ハット後の集中と統一。カタルーニャ共和主義左翼等の選挙連合。アラゴンの中道政党カステリオン県選挙区にて、出馬出所。各国の議会ヨーロッパ通行制。139ページ。第6票。1977年総選挙の最終結果。 なお、本校に掲載するにあたり議席数が多い順に配列を変更した。議席数が同数の場合は得票数が多い順にした。ありがとうございます。